ZOZO マリンスタジアムへお越しいただきましてありがとうございます。さあ現在ね、ホーム8連戦中ということで、今日からはカードが変わりまして、福岡ソフトバンクホークス戦、皆さん熱いご声援をよろしくお願いいたします。さあこのステージ、ボールパークステージオープニングのコーナーは今日のイベント情報を皆さんにお伝えしてまいります。早速今日も M スプラッシュから1人メンバーを呼んでみましょう。今日は M スプラッシュからアンジュ、どうぞ拍手でお迎えください。では改めて自己紹介からお願いします。はい、M スプラッシュ3年目のアンジュです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあアンジュは前回登場してもらったのが8月の初め頃ということで、約1ヶ月ぶりのボールパークステージオープニングの登場になりますね。はい、前回はあのフェスティーリンカお話とかを聞かせてもらったんだけど、アンジュはこう見えてすごく音楽とかもうロックとか大好きなんだよね。はい、とっても大好きです。そうだよね。はい、最近はどっかこうライブ参加したとかそういうのありますか？はい、最近だと、ここ ZOZO マリンスタジアムで行われた、はいはい、エルレガーデンっていうバンドと、はい、バオクロックが、はい、ここでライブをしたので、曲そう、あ、そうです。すごいですね。あの、なんかすっごいチケットが争奪戦だったっていうライブだよね。もう本当に私の周りもすごい外れてる方もいたんですけど、なんとか、すごい、はい、ちなみに行った方っていらっしゃったりしますか？さすがにないかな。でもこうやって自分が好きなバンドとかがさ、私たちがいつも活動してるこの ZOZO マリンスタジアムでライブをやってくれる、ちょっとなんか特別な気持ちじゃない？はい、もうとても見ていて、いつも自分がこうパフォーマンスをしているところで、もう大好きなバンドが復活ライブをしてくれて、もう本当に感動しました。そうだよね、泣いちゃいましたか。もうこの曲が流れてた時に、これがまさに、そうだ、はい、あのお姉さんもね、あの8月ももクロがね、このZOZOマリンスタジアムでライブをやりまして、それあの参戦したんですけど、やっぱりちょっと特別な気持ちになるよね。嬉しいよね。嬉しいですよね。そうか、じゃあ最近はそのライブが思いっきりもう楽しんだ思い出っていう感じですかね。はい、ここ最近の一番の思い出でした、はい、いいですね。じゃあそういった普段のプライベートも楽しみつつ、はい、M スプラッシュとしての活動のパワーになってるということですかね。はい、そうですね。はい、さああっという間に9月もね、もう半ば過ぎつつあるんですけれども、このシーズンラストスパートに向けて改めてこうアンジュの意気込みを今日は皆さんに聞かせてもらえますか？はい、残りシーズンも少なくなってきましたが、マリーンズに来てくださったお客様がセーブもとっても楽しんでいただけるように、私も全力でパフォーマンスしていきたいと思います。はい、皆さんぜひ一緒に熱い応援をよろしくお願いします。お願いします。ではここからは今日のイベント情報をアンジュと一緒にお届けしていきましょう。はい。